65キロが一番盛り上がってるんで、やっぱり盛り上がってる階級で一番になることが一番いいと思うんで。いい感じに65キロがすごい盛り上がって、トーナメントに出てた選手たちは、まあ、僕の引き立て役で、まあ、盛り上げてくれてありがとうっていう感じです。まあ、僕なしで世界一決めても本物じゃないだろうっていうのがあるんで、 K1 も新しくなってスター選手がいないと、やっぱりお客さんも、あ、誰々出るから見に行きたいなって思う選手がいないとダメだと思うんで、そのスター選手に僕が今回ゲオ選手に勝つことで、まあ、慣れるんじゃないかなと思うんで。おお、左、ライナーのハイキック、左だ、初めての黒星をつけてやろうかなと思います。やっぱり歴史的にも残ると思うし、僕の名前も世界中に広まると思うんで、まあ、今回のゲオ選手は怖さとかよりかも楽しみしかないです。まあ、KO で終わるんだったらこの技かなっていうのはもう大体決まってます。誰が見ても、ああ、ノイルの勝ちだったなって思われるような試合で終わらせたいです。